シボレーブレーザーはゼネラルモーターズがシボレーブランドで製造販売している SUV シリーズである。ブレーザーにはフルサイズの K5 ブレーザーとよりコンパクトな S-10 ブレーザーの2種類が存在した。2018年12月新型クロスオーバー SUV の社名として復活。K5 ブレーザーは1969年当時 同社のトラックシリーズでは最も小型の二代目シボレー CK のピックアップトラックを SUV 化したモデルで GMC ディビジョンにも K5 ジミーが姉妹車として設定されていた GMC 版は1992年に有効にシボレー版は1995年に他方に解消されているまた後に追加されたコンパクトサイズのいわゆる S-10 ブレーザーは 日本製小型 SUV に対抗して、シ絞れ AS-10 シリーズをベースに開発されたもので、フルサイズの敬語ブレーザーとのつながりはない。やはり、GMC ブランドで S-15 ジミーが姉妹車として存在するほか、オールズモビルディビジョンからも姉妹車が、ブラバダの社名で発売されていた。初代、ブレーザー初代のブレーザーは先行する、フォードブロンコに対抗してデザインされ、 同じ市場に打って出た。理想のオフローダーを目指して、専用設計となったブロンコに対し、GM のアプローチは異なっており、同社のライトトラックである C5 のプラットフォームを流用した。これにより、コストダウンはもちろんのこと、その副産物として、ブロンコ以上の室内スペースとピックアップトラックに極めて近いスタイリングを得ることとなった。北米では、 ピックアップトラックが非常に好まれ、大きな市場を有していたことから、ブレーザーも芝叩く間に人気となった。ついで1974年に登場した、クライスラーのダッチラムチャージャーもこの流れに追従したため、販売台数で、ブレーザーに水をあけられたブロンコも、モデルチェンジに際して、同社の F シリーズピックアップをベースとする道を選び、 ここにビック3の SUV の成り立ちが決することとなった。K5 ブレーザーは1969年に四輪駆動で登場し、1970年に後輪駆動モデルも加わった。パワープラントは250立方インチ、292立方インチ、307立方インチ、350立方インチから選択が可能だった。 第2世,世代ブレーザー第2世代ブレーザー第2世代ジミー1973年モデルチェンジが実施された。1982年までは後輪駆動のブレーザーも生産されたが、販売の中心は四輪駆動だった。1976年取り外し可能なコンバーチブルモデルが登場し、この後はコンバーチブルのデザインが1991年まで採用されるようになった。 1987年 GM は新たに GMT400 プラットフォームを開発したが、ブレーザーは生産終了まで古いプラットフォームを使っていた。1989年 GMT400 シリーズを利用したピックアップトラックに似たデザインに変更された。ブレーザーはオフロードシーンでは非常に人気があった。その秘密は、 力強いパワープラントとエンジンバリエーションの多さにあった。この世代では400立方インチエンジンのほ六6.2リットルディーゼルエンジンもラインナップしていた。1981年、オイルショックの影響で305立方インチの350立方インチ並みにパワーが得られる高圧縮なエンジンを開発したが、アンダーパワーだった。第3世代1992年、 フルサイズ版のブレーザーが新しい GMT400 プラットフォームをもとに開発されモデルチェンジを果たす。なお、GMC 版はこのモデルチェンジでジミーからユコンに解消された。パワープラントは1種類のみで5.7リットルの210馬力を発するエンジンが搭載された。1995年、ブレーザーは新たにロングホイールベースの4ドアボディを加え、 他方へと解消された。第一世代 S-10 ブレーザー2ドア第一世代 S-15 ジミーにドア絞ーブランドのコンパクトピックアップトラックとして1972年からイスズファスターの OEM であるラブが販売されていたが、それに代わり自社開発、生産の S-10 が1982年に登場した。ブレーザーが1983年。 GMCS-15 ジミーと共に発売された。スタイリングは、第一世代の計5ブレーザーとジミーをベースとしていた。この小型のブレーザーとジミーは、先行販売されていた大型のブレーザーのように、2ドアのみが販売された。ベースとなった、パワープラントは、GM の2.0リットルオフの4気筒エンジンで83馬力、オプションで2.8リットルが搭載された。また、 排気ガス規制のために、イスズ製1.9リットルエンジン、2.2リットルディーゼルエンジンが追加された。1985年、1.9リットル、2.0リットル、2.2リットルディーゼルエンジンに変えて2.5リットルエンジンが搭載されるようになった。また、1986年には、フューエルインジェクションシステムが追加された。1990年、 ホイールベースが6.5インチ延長された4ドアの S-10 ブレーザーと S-15 ジミーが登場した。その後もエンジン、電子装備、外観に若干の変更が加えられた。第2世代 S-10 ブレーザー2ドア第2世代 S-10 ブレーザー4ドア1995年、新型にモデルチェンジ。前年にデビューした s 1そのままピックアップをベースとするが、 今回から、社名から S-10 及び S-15 のプレフィックスがなくなって単に、ブレーザー、ジミーとして発売された。この年、ブレーザーはトラック・オブ・ザ・イヤーに選ばれる。シボレーは1999年に限定版としてトレール・ブレーザーパッケージを発売した。この内外装をアップグレードしたパッケージは後日の GMT360 モデルが登場するまで、 販売された。GMC もまた1998年モデルイヤーに、ジミーの豪華版グレードであるエンボイを登場させ、2000年モデルイヤーまで販売を行った。2001年に GMT360 プラットフォームを採用した後継車種がそれぞれボレートレールブレーザー、GMC エンボイの社名で登場したが、その後もブレーザーは、 エクイノックスが導入される2005年まで製造、販売が続けられた。2019ブレザー RS 当時の輸入元である、ヤナセが1990年1月から S-10 第一世代モデルを S-10 ブレーザーとして販売された。同年の11月に2ドアモデルも販売されたが、1991年11月に廃止された。それ以降は、 細かな改良は続けられたものの、シボレーのモデルとしては地味な存在だった。1995年4月には S-10 代2世代をブレーザーとして販売。当初はカイグレードの LS のみの販売だったが、同年10月には上位の LT と各グレードにキャンピングカー登録が可能なホレシエスタが追加された。1998年11月のマイナーチェンジにより、 全モデルが右ハンドル使用者となった。2001年9月にトレイルブレーザーが導入されて以降も販売が続けられたが、2002年にブレーザーとしての販売が終了した。フォードは第二次世界大戦中ウイルス MA メガバイトの生産を委託され、フォード GP、GPW として生産した経験を持つ。1961年登場の インターナショナルハーベスタースカウトも自社のピックアップトラックをベースにしていたが、ジープのみはすでに1940年代から独自路線を展開しており、1962年には高級ステーションワゴンとしても通用するワゴニアを発表している。ありがとうございます。